この前さ、菅健太いんじゃん。うんうん。健太がなんか私がよく見るクイズ番組に出ててさ、でお花特集みたいなさ、お花のクイズが多い日みたいな。はいはいはい、なんか、ふって思い出したんだけど、私、高校生ぐらいの時に付き合ってた彼氏に、黄色いお花をもらった覚えがあったの。うんうん、花束でね。そのお花何だったんだろうと思って、あの花はカーネーションかなって感じだったの、形的に。でも、金融カーネーションって珍しいじゃん。うんうん、珍しいね。すごい嬉しかったなと思って、黄色いカーネーションの花言葉って何だろうと思って調べたら、軽蔑だったの。あ、だから浮気されてたのかな。それをさ、おかんと喋っててさ、軽蔑だったって言ったらおかん爆笑しててさ、死ぬほど。で、そのおかんが好きなのは桔梗だったんだけど、桔梗ってすごい花言葉よくて、気品とか誠実とかこういう。で、私好きな花なんだろうと思って、私福島の庭で、多分ばあちゃんが多分植えてたんだけど、ゼラニウムっていうお花があるのね。白いゼラニウムが結構生えてて、ばあちゃんとの思い出もあるし、めっちゃ好きと思って調べたら、あなたの愛を信じないっていう好きなものももらったものも好きなものもその感じ。いい花言葉のお花もめっちゃいっぱいあるのに。でもそれを調べた上でそれあげてんだったらやべえやつだよね。結構遠回しにやばいよね。うん、なんかその時は別に何も思わずありがとうとか言って、どうせこいつあげちゃってわかんねえだろみたいな感じ。バカだなと思ってそれこそ軽蔑。それでなんかその類で調べて、あんたにぴったりのお花があった。あれやだね、金魚草っていう可愛い花があるんだけど、はいはいはい、花言葉でしゃばいの。ユージは何なんですね。ユージは腹黒いってあんのかな。花言葉腹黒いに近いもの、なんかこう計算高い的な腹黒い。グロいとかいや、それ意味違うわけ。ただの悪口なんだよ。犬ほおずきだって。でも可愛い花じゃない。ほら、かわいい花ほどやっぱ。あなたは腹黒い。嘘つき。おまけもついてる。嘘つき。タンポポでもいいんじゃない。思わせぶり。腹言葉って多分いくつか。あ、そう、いっぱいあるんだよね。あるんですよね。腹言葉っていいのと悪いのを持ってるのもあるから。そんなことないよって言おうと思って、僕今、うん、はい、黄色のカーネーション調べたんですよ。はい。嫉妬、侮蔑、軽視、軽蔑。ダメじゃん。え、一個もいいことないじゃん、黄色いカーネーション。一応、友情の揺らぎ、愛情の揺らぎ揺らいじゃってんじゃん。あと、友情ってのがあるんですけど、もらった相手を考えるとちょっとやっぱだから浮気されてた。そうだね、そういうことだよね、うん、やっと発覚したね。長かったね、気づくまでに。そうだね、うん、今頃元気かしらね、その方ね。よろしくやってんのかしら。いやね、うん、ね、いいじゃん、そういう思い出話があるだけで。そうね、なんもねえし。あったように語るけど何もなかったんだよ。そりゃそれがうまいね。彼氏がいたかのように話せる。それ全部妄想みたいな。それこそ出しゃばりじゃん。出しゃばり。金魚草です。金魚草です。黄色いカーネーション。すいません、犬ほおずきです。本当に国出そうかこれ。あ、いいじゃない。出しちゃいな、出しちゃいな。え、花は可愛いのにね。だ、可愛いのほどやっぱそういうちょっと悪いこと、あ、まあ確かにね、性格悪いとかさ、が出てくんだろうね。ほら、分かってるから自分が綺麗だって。だから何やったって別にこいつは可愛いもんなと思ってこう調べていくと、こういうやつだったんだみたいな。え、でも最近さ、可愛いかっこいい子の方が性格良くない？うん、多い気がする。そう、そう、分かんない、あんまり興味ないし。イケメンには興味あるじゃん。うん、それはね、けど誰も相手にしてくれないかも。結果どいつもこいつもなんだよ。唯一鎌田くだけじゃない。なんかこうちょいちょいこう浮いて話というか。あ、ね、あ、まあね。なんかさ、すごい匂わせしてくんの。この間またあの鎌田くんのさ、あの台湾の人ね。あ、台湾の人で、なんかお土産を買ってきてくれたわけ。いや、ありがとうとか言って嬉しいわとか言ってたら、いや、靴がさ結構一緒だったの。白で形が一緒で、私が見つけちゃって、最初。そういうの一緒だとは知らなくて、あ、なんかこの靴新しいやつだね、とか。で、したら、鎌田が気づいて、あ、なんか一緒じゃないみたいになって。で、私もその時同じ形の靴履いてたわけ。ね、だから私も一緒ね、とか言って。色も違うし、何も違かったのになんか一緒だね、とか言いながら。ハイカットなだけ。うん。うち
ちらは2人とも白のハイカットスニーカーだったからそれは中に似てて、まあ、ここら辺のあれとかも似てたんだけど、食い込んでくんのなんかどうにかこうにかしかもこっちもこっちで合わせてるわけでもないのに確かに勝手になんか張り合ってくるというか三角関係後ろの前に三角関係になりやすいんですよでもさ、なんかすごいいけるとかすごい好きって人って大体さ、実らないじゃん。いや、実ることないじゃん。だってこっちが好きなんだもん。そもそも。バカじゃねえ。でも実バカじゃねえのって。でもって実も、実もねえね。実ったこともないじゃん。確かに。実りかけることもないしね。なんか見たら花が散るみたいな。歩いたとこ全部腐敗してくる。あれでしょな、バレてんのみたいな。あ、そうそうそう。ほんと嫌になっちゃうね。だから今日さ、さっき LINE してて、うん、薬飲んでるからめっちゃ眠いわけ、うん、結構強いの飲んでるから、めっちゃ眠いわとか言って亮に頑張ってもらおうかな、あ、亮は一人で喋るからねねえって言われてたよ。ほんと、よく見てる。亮は一人で喋るからね、余裕でもよかったじゃん、その会話に出させてもらって。目つけられたからね、もう、うん、目つけられたってねあんたあれでしょ、目つけられて下駄箱で先輩とかに待ち構えられたらなんかドキドキしちゃうんでしょ。する。昔ね、なんかあったあったの。ごめん、封印取じゃあなんか中1の時はさ、中3にお兄ちゃんいたから先輩優しかったんだけど、中2になったらさ、なんか謎のなんかあるじゃん、中3がいじめてくるみたいな。で、その中3のお兄ちゃんに妹が中1でいて、その中1の女の子と仲良かったわけやって最初、うん、ある時その子がいじめられて靴がなくなったとなった時に私のせいになってて、1時間ごとに終わるたびに授業が私のいる教室に来て5、6人で先輩がお前がやったんだろうみたいな、やってませんって言ったら嘘つくなーみたいな感じでどんどんエスカレートしていくわけね。で、ある時にトイレに呼ばれたわけで、あのこう立ってするところがあるのね、うん、の間にバンってやられたの。あれやだと思って壁ドンバンってやられたの。え、これサインかなと思ってなんかどうしようと思ってさ、でなんかちょっとこう下向いててさ、お前どうなんだよってこの辺で言われるからさ、もう嫌だと思って年頃だもん私と思いながらわかる、なんかほら思春期っつうかさ、ニコニコもできないじゃん、怒られちゃうから、うん、なんかすごい冷静を装ってんだけど、聞いてんのかとか言って、はいバカじゃないの私この辺に顔が来たから、そのいやちょっとだと思った確かにひよこみたいな、あ、そうそうのひよこねそのまま去ってくるんですよこうされたとこっち側から去ってくるあ、酔っ払ってやってたことって伏線回収かなんかだったのかな。電柱も私もう毎日 4,5 時間しか寝てなくて、車で夜中こうやっててもう寝そうになってて、あとちょっとで電柱にぶつかりかけたところでキュッてやって治ったの。大丈夫だったから、そういう念とかもあるよね。もう恨みつらみが電柱に、うん、おいてめえに言ってるの、あのさ、それぞれなのってわかる？そうだね。でも助かったから最後和解したわけよね。そうか。多分ね。寄り添う気持ち。多分違うと思う。そういうふわっとしたのね、うん、急に。今日は何を話したらいいですか？何を話したらいいですかって聞くまでの尺あれこれ30分30分も喋ってたんだ